なんか写真を見ている人たちからするとなんかずっとこう俺がこういるなって、はいはい、走っているなって思うんだけど、それはなぜだと。東京ドームが一周できるっていうことはステージの形はどうなってるんだって、うんうん、それを感じていただきたい。これって何、これなんですかね。こういう感じでやってます。うわあるね。あるね。なんか探検隊ならではのやつが全部ある。お、しかも見てこれ、ケータリング王だって。これはちょっと井上マネージャーが知ってくれます。行くぞ。これで大事なも祈りたいな。懐かしい、懐かしい。言葉っていらないんですよね。結局何かを伝えるときもう写真で全て伝わる。なかなかスタンダード。いい宣伝。これ目立つんだよな。ステージから見ててもよく見る。もうあのちょうど20裏正面の裏側なんですけど。あ、そうなんだ、はい、今日日曜日だからね。はい、こっち、こっちです。ちょうどセンターです。センターというかホームの。もう少しです。あと3つ先ぐらいの。でもやっぱ近いね。ここ上になります。いい、久々のこの感じ。お疲れ様です。どうぞ。あ、こういうの大事なんだ、このご時世なんで。すごいポジションについてきた。まずまずうわー、なんか来たね。スレスレ行く、進めていきましょう。ぜひ
うわこれいいな。もうすぐ見えてます。